リンリン、ハロー、パラレール、リニパラレールのミントです。今日はね、うららちゃんと、はるくんと、はっちゃん2世の3人で、ちょっと、押し入れ散歩をしております。思いっきりミルクこぼされた。びっちゃびちゃじゃない。気づかなかった。はい、っていう感じでございます。やっとね、うららちゃんも結構慣れてきて、ちょっとジコジコ言うんだけどね。で、ちょっとギョロちゃんとハロくんはもうあそこの夫妻は夫妻でね、こう、なんか他の子とあんまり合わせないようにっていうのと、ギョロちゃんが結構こう繊細な子なのと、ハロくんもね、ちょっと男の子を男に目覚めてしまったのか、ハロくんにね、敵意をむき出しなことが多くてですね、そう舐めてくれるの。で、ハロくんをね、噛みついたりしちゃわないかっていう怖いところがあったので、ちょっと男の子同士はやっぱり難しいのかなって、仲良くできるかなっていろいろこう試してみたんですけど、最初良かったけど、こう、ギョロが妊娠して子供が実際に生まれて、まあ、ギョロちゃんの子供はちょっと不遇という形でね、亡くなっちゃってはいるんですけれども、やっぱりそれでね、家族を持ったというのもあって、ちょっとね、男の子になっちゃった。どうしたの？はい。ハルくんはね、来るときと来ないときの差が激しいですね。で、初めてのお散歩だからちょっとビビってるね、君ね、ハッチさん、ハッちゃんはちょっとビビっております。あと私のこと好きね、あなたね。あの子はもう完全にもう散歩するのが楽しいって感じだね。で、うららはちょっとそれハロくんのなんだけど、ハロくんのポーチよ。ジコジコちゃんになっちゃったので、前みたいにベタベタな状態ではない。ベタベタな状態ではないっちゃないんだけど、多分思春期かなんかですね。だとしてもね、噛みつくわけでもないし、今は。この間ね、病気が治って良くなって帰ってきた時にはね、噛みつきちゃんだったから、噛みつくのがなくなったのだけは。やっぱりジコジコよね。はい、ごめんごめん。一回出ておいで。一回出ておいで。ポーチの中に手入れられるのはあんまり好きじゃないらしくって。ただね、撫でさせてくれるのこうやって。でね、ハロくんのな、ハロくんじゃ、ハロくんのな、うららちゃんのはこっちの赤いのね。終わった？ちょっと一回出せるか？出したいんだけど、カメラのアングルが難しいね。ああ、わかったわかった。うん、わかったわかった。大丈夫よ。何もしませんよ。はい。私の腕のことを何すぎちゃう。どこ行くの？どこ行くの？どこ行くの？あ、そこに行くの？してる。え、うららちゃんが、うららちゃんがパッチにチキチキ打ってたよ今。すごい嬉しい。今チキチキ聞こえた？仲良し、かわいい。でもちょっとしたら興味なくなっちゃうね、うららちゃんね。あ、それうららちゃんほら、お前遊んでたやつだよ。入んな？入ったわ。もう一回遊んだことあるから、やっぱり覚えてたんだね。あんたその中によく入ってたじゃん。ちょっと最近遊ばなかったから、それ、パッチにあげたけど。パッチも一緒に入ってみるか。
サイズですけど、でかい、狭いかい。やばい、嘘でしょ。あ、入った。あ、うららとはるって仲良く、うららとはるじゃねえや、うららとぱっちゃん仲良くなれるのね。あの、はるくん、はるくんは我関せずですね。君は結構は割とあれなんだね、うちの男と思って我関せずなんですね。ハロ君もそんな感じだもんね。自由に遊んでるもんね。あなたもそのタイプなんだね、実は。毛づくろいの代わりに噛むのやめて。毛づくろいだよね、あんたね。ほら、おいで。おいで。はい、おいで。はい、来た。君も入る？3人は多いんじゃねえか。3人入るのが多いんじゃねえか。いなかった。ね。あの、楽しすぎて、私に触られるの嫌だと。怒ってるわけじゃねえから全然いいや。ピンとはずれてますね。みんな自己自己なくなったね。ギョロちゃんもね、最初こうポーチから出す瞬間とかはさっきみたいにうららちゃんみたいにジコジコ言ったけど、ポーチから出て手からね出したりすると全然余裕だったりさ。でうららちゃんもねその感じなのね。でパッちゃんはそれがない。あいつもねたまにジコジコは言う。うちの子全員そうなんだけど音にちょっと敏感みたいなね。この押し入れをこうやって開ける音とかでもジコジコジコって言うから。あら、そしてギョロちゃんいるじゃない。ギョロちゃんどうもこんばんは。ハルくんの中ですね。夫妻は後で遊ぼうね。あら、かわいいわね。なんか出てますけど、潜り潜りしてるから出てますけど。でもうららちゃんそこ好きなんだね。あ、うららとパッチって仲良くなれるのね。あなたたちあれだね、ちょっと今の状態はこうやって目で見ながらさやるけどさ、あれだね、君たちいつか一緒のケージにしてもいいかもしれないね、女の子同士ね。そのうちギョロとハロがね子供生まれるかもしれないから、その子を入れられる場所も確保したいしね。君たちは2人で一緒にしても大丈夫そうな感じだね、いつかは。まあ、あのハロくんじゃねえ、ハロギョロ、ギョロハロペアのね子供がどう生まれるかわかんないから何とも言えないけど、ゆくゆく君たちは一緒にしてもいいかもね。繁殖はそんなにこれ以上するつもりはちょっと私の中でないのでね。で、ハルくんとうららちゃんはね兄弟の可能性があるって話なんで、近親相関、近親相関の可能性が出るとね困るので、この子たちはちょっと掛け合わせができないから、基本的にこういう時に一緒にちょこっとなんか交尾しそうになったらちょっと話すみたいな形をね私は取りたいと思っているので、まあ交尾をさせるつもりもないし妊娠もさせるつもりもないんだけど、まあ最悪ね、ハルくんの血縁も考えるのもありかなと思うけど、あんまりちょっとメス入れたくなくてですね、私ができれば自己症とかが激しくなったりとかね、何か影響が出てきたら虚勢も考えるけど、基本虚勢はしたくないなというところなんで、うん、なんだけど君たちもう散歩してないじゃん。君たちもう同じところに2人で2匹でおるやん、2人で2匹でおるやんけ、うん、重複しとんな日本語が。2人でいるやんけ、かわいいな。で、ハルくんは本当に我関せず、本当にみんな行きたいところに行って楽しんでおりますね。楽しいんだろうな、あいつな。冒険家だもんね、割とね。あ、楽しそうだからいいや。ピョンピョンもするね。君たちは君たちなの、二人で楽しそうだからいいか。うん、あっち。あっち、そこ暖かくて気持ちいいのかい？君たち仲良しだよね。今すぐは無理だけど、いつかは一緒のケージでね、お兄ちゃんと一緒に暮らしなさい。
ながらお姉ちゃんと、ちょっとギョロちゃんとは君たち合わせられないけど、ギョロとハロはちょっとまた別って感じで会うことはないけれど、君たちは二人で仲良くしてもらっても良さそうね。そこにたまにハルくんが入って、で三人でね、こうやってお散歩で、あっちはあっちでね、夫妻がね仲良しなんで、夫妻で暮らしてもらえば OK かな。結構君たち二人一緒かわかわいいね。この後ろにいるんでしょう、ロロちゃん。それめっちゃ可愛いね。仲良くしててね。はい、ということで今日はね、押し入れ散歩こんな感じでございます。散歩してねえけど片方、まあ、片方めちゃ散歩してるけどっていう感じでございます。よろしければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。よろしければ次の動画、そして前にも上がってる動画がたくさんありますので、そちらの方を見ていただけますと幸いです。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リンゴでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンゴでした。バイバーイ。